本当に邪魔だわ。車が狭くなるから、あなたは降りてちょうだい。え、私は義母の言葉に耳を疑った。義舞も。そうよね、さっさと降りてよ。と義母に同調した。私はもう我慢の限界だった。わかりました。じゃあ、あとは勝手にどうぞ。勝ち誇った顔をして笑う義母と義舞を横目に、私は車を降りた。その後、義母から私のもとに鬼電がかかってきた。お願い。今すぐ戻ってきて。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちは友人が開いてくれた合コンで知り合った。私は今まで仕事に打ち込んでいて、あまり恋愛に時間を割いてこなかった。そのためしばらく彼氏がいない状態が続き、気づけば30歳になっていた。そんな私を心配した友人が合コンを開いてくれたのだ。そこで私は同い年の正人と出会った。正人は同い年なだけあって、共通の話題も多く、話しててとても楽しかった。それから自然と2人で会うようになり、交際がスタート。彼は優しくて面白くて、デートでもいろんなデートプランを考えて、私を楽しませてくれた。彼といると、終始私は笑っていて、頬と腹筋がつりそうなくらいだった。そして私たちは順調に交際を進めていき、2年が経った頃に結婚することになった。結婚の際にお互いの親に挨拶に行ったのだが、私は交際をしている時からすでに彼の親とは会っていた。彼は実家に住んでいたから、たまに食事に誘われて義実家に食べに行っていて、義両親ともすでに知り合っているのだ。その時に義両親はとても私に優しくしてくれて、本当の娘のように私に接してくれた。のぞみさんは本当にいい子ね。あなたが正人のお嫁さんになってくれたらいいのに。そんなことを義母はよく言ってくれて、正人はいつも照れていた。母さん、そういうことを突拍子もなく言うのやめろよ。びっくりして吹き出すところだっただろう。あら、別にいいじゃない。私は思っていることをただ言っただけよ。でもあなたが早くプロポーズをしないと捨てられてしまうかもしれないわね。ちょ、怖いこと言わないで。正人が本気で慌てているのを見て、私はついつい笑ってしまった。温かくて本当にいい家族だなぁと見てて微笑ましくなる。私の家はこういう家庭ではなかったから、ちょっと憧れていたのもあったと思う。というのも私の親は父の不倫が原因で18年ほど前に離婚している。当時16歳だった私は母を裏切った父のことを本気で憎んだ。それからあまり男性というものを信じられなくなっていた。そうやって若干男性不信になっているところがあったから、結婚が遅れてしまったのもあっただろう。それでも正人には心を開けたし、そして彼となら温かい家庭を築けそうだなと思った。そしてその思いは、義実家で義両親と接して、さらに強くなった。それから私は彼と結婚をした。結婚式での私のウェディングドレス姿を見て、母は涙を流していた。あなたは温かくて幸せな家庭を築いてね。結婚おめでとう、のぞみ。ありがとう。お母さん、私とっても幸せだから心配しないで。母の涙に私もつられて泣いてしまった。そして無事に結婚式が終わり、私は正人との結婚生活をスタートさせた。新婚中はとても幸せだった。毎日一緒の家にいて、夜寝る時も朝起きた時も、隣に正人がいることはとても幸せだった。一つだけ不満があるとすれば、私の方が家事の負担が多いことだ。夫はずっと実家に住んでいたから、料理が全くできない。
一度挑戦してみなよと言ってやらせてみたのだが、私が思っていた以上に不器用で、これは何か事故が起きそうだと思ったので、料理は私が担当することにした。だが仕事で残業をして、とても疲れた状態で、家に帰ってから晩ご飯を作らなきゃいけないのはかなり辛い。夫の方が早く帰ってきているのに、ソファーで寝転がって、テレビを見ているのが視界に入りながらご飯を作るのは、正直イラッとしてしまう時がある。それでも夫は別に私が作る料理に文句は言わないし、残業で晩ご飯の時間が遅くなっても、特に不満を言わないから、その点はありがたい。夫婦だとしても、お互い人間なのだから、欠点というか、嫌だなと思う部分はどこかしらある。トータルで考えて幸せならば、相性はいいのではないかと私は考えていたので、夫との結婚生活は、むしろ幸せなことの方が多かったと思う。夫は相変わらず話が面白いし、同い年だからか、テレビの趣味とかもあって、チャンネル争いになることもない。それから私たちは幸せな結婚生活を送り、あっという間に2年が経った。2年が経っても、私たちは今までと変わらない日々を過ごしていたのだが、ある日いきなり夫がこんなことを言い出した。そろそろ俺の実家で住もうか。え？私は夫の発言が最初理解できなかった。どういうこと？実家で住むって、その、もしかしてお母さんたちと同居ってこと？私が驚きながらそう聞くと、夫は、それ以外に何があるんだよ、と笑った。え、本気で言ってるの？私の反応に、夫は少しムッとした。なんだよ、嫌なのか？あ、いや、あまりにも突然すぎたから動揺しちゃって。お母さんたちから提案してきたことなの？まあそうだな。でも俺ももともと考えていたことだよ。ある程度夫婦での結婚生活を送ったら、実家に戻ろうって。そんな。私は夫がまさかそんなことを考えているなんて知らなかった。しかも義両親も同居について計画していたなんて。それなら結婚する前に言ってくれればよかったのにと思う。だが義両親はとても優しいし、結婚してから定期的に義実家に顔を出していたが、その都度私によくしてくれたし、同居することはそんなに嫌じゃなかった。まあ、もう少し長く、夫婦二人だけでの時間が欲しいなとは思ったが、私は義実家で義両親と同居をすることを承諾した。夫はとても喜んでくれて、早速義実家に移り住むことになった。お母さんお父さん、今日からよろしくお願いします。のぞみさん、よく来てくれたわね。早速上がって、荷物を運んじゃいなさい。はい。私は荷物を持って、義母についていった。ここが今日からあなたの部屋よ。え？そこは物置部屋として使われているような、狭い部屋だった。ここですか？そうよ。何か問題でも。義母は目を丸くしながら、私を見てそう言った。私は逆に驚いている義母を見て、さらに驚いてしまった。マサトと同じ部屋じゃないんですか？あの子の部屋はあの子のでしょ。あなたのものまで入れられるスペースはないわよ。まあ別に寝るときくらいはあの子の部屋で寝れば。そうさせてもらいます。義母は今までの優しい雰囲気が全く消えていて、私は戸惑いを隠せなかった。そして困惑した顔をする私を見て、義母はニヤッと笑いながらこう言ってきたのだ。急に態度が変わってびっくりした。でも残念ながらこっちが本当の私なのよ。今までは猫かぶって、いい人のふりをしていたの。あんたを油断させるためにね。え？これでようやく、あんたがマサトと結婚した意味があったってことよね。ど、
どういうことですか？それはこれからわかるわよ。義母は不敵な笑みを浮かべていた。私はこれからの同居生活が一気に不安になった。そしてそれは翌日からすぐに訪れた。のぞみさん、いつまで寝てるのよ。さっさと起きて家事をしなさい。そう言って私を叩き起こす義母。時刻はまだ4時だ。私はなぜこんな時間に起こされたのかわけがわからないでいると、義母は。早速庭の草むしりと朝ごはんの準備と、マサトのお弁当作りをしなさい。と私に命令してきた。ものすごい剣幕で私をにらみつけながらそう言ってくるので、私は断ることもできずに、言われるがままに家事をした。朝から動きっぱなしで、夫や義父が起きてくる頃にはヘトヘトの状態だった。しかも義母は、何よこの料理、味が薄いわ、とか、本当に料理が下手なのね、などと、私に小言を言ってくる。夫と義父に助けを求めようと二人を見ても、二人とも知らん顔をしていて、私は絶望した。この時、私はもしかして、義実家で奴隷のように扱われるために、同居をさせられているのではないかと思った。いや、ほとんどそう考えて間違いないだろう。というのも、私は義実家に移り住む段階で、夫から仕事を辞めるように促されて、すでに退職していたからだ。それはつまり専業主婦として、義実家で一日中、義母の監視のもと、家事をやらなければならないということだ。夫はおそらく、義母からそうやって仕向けるように言われていたのだろう。私はそのことに気づいたときに、絶望した。まさか夫と義両親が結託して、そんなことを考えていたなんて。義母は自分の奴隷を見つけたかのように、一日中私をこき使ってきた。気に入らない部分があれば、気が済むまで文句を言い続け、飽きたら私に重労働をさせて、自分はソファーで寝転がっている。私がこんなにヘトヘトの状態なのに、義母がゆったり横になっているのを見て、ものすごく腹が立った。だが文句の一つでも言おうものなら、義母からものすごい怒声で怒られる。私は義母に従うしかなかった。しかし、とりあえず真偽を探るべく、私はその日の夜に夫に尋ねた。ねえ、お母さんの態度がものすごくひどいんだけど、もしかして最初から私をこき使うために、お母さんは同居を提案してきたの？まあ今思えばあまりにも直球すぎる質問だが、それでも夫に確認せざるを得なかった。だが夫は目を見開いて怒った。はあ？お前何を言ってるんだよ。俺が母さんの言いなりになって同居しようと言ったとでも思ってるのか？いやそういうことじゃ。心外だな。お前は俺のこと舐めてんだろ。ちょっと待ってよ。そういうことが言いたいんじゃないのに。夫は私がいくら誤解を解こうとしても、聞く耳を持たなかった。そしてそれからというもの、夫も私に対して、ひどい言葉を投げかけるようになった。母さんの言う通り、のぞみの料理はひどいな。今までは働いていたから仕方ないけど、専業主婦になったんだから、もう少しまともなものを作れよな。本当にそうよね。全く使えない嫁だわ。そうやって義母と夫は一緒になって私を罵倒する。私は一瞬にしてこの家から出て行きたいと思ったが、仕事を退職して無職だったので、そう簡単に出ることができない。それから義母と夫に罵倒される日々が続き、同居を開始してから1ヶ月が経った。するとそんな中、さらに私を悩ませる存在が現れた。それは義妹のゆかだ。ゆかは私と夫よりも早くに結婚して、すでに子供が二人いるのだが、私と夫が義実家に同居を始めたと聞き、子供を預けに来るようになったのだ。じゃあ今日もよろしくね。義妹は当たり前のように預けに来て、
義母も当たり前のように受け入れるが、子供の面倒を見るのは当然私だ。義舞の子供は5歳と4歳で、どちらも男の子なので、とてもやんちゃで、世話をするのが本当に大変だ。その上で家事を全部やらなければいけないので、体力がいくらあっても足りない。私はそんな風に義実家の人たちにこき使われて、心身ともに疲弊していた。そしてそんな中、義実家の人たちは家族旅行を計画した。何でも義母が還暦を迎えるから、そのお祝いを盛大に行いたいそうだ。私は参加せずに、留守番になるのだろうなと思ったが、夫から運転手に任命されてしまった。父さんは去年足を怪我してから、運転を禁止されてるから、お前が運転しろ。母さんもゆかも、免許を持っていないからな。私はできれば一人で家にいたかったのだが、断ると後々面倒なので、仕方なく従うことに。それから1ヶ月後、義母の還暦祝いの家族旅行の日がやってきた。目的地は地方にある温泉地の高級旅館だ。朝早くに出発し、私は義実家の人たちが乗る車を運転した。私だって眠たいのに、義実家の人たちは後部座席で爆睡していた。イライラをなんとか抑えながら、私はしばらく運転をし、2時間ほどが経った。すると夫が起きてきて。トイレ行って、何か軽く食うものも買いたいから、サービスエリアで泊まって。と言ってきた。私に命令するなよと思ったが、仕方なくサービスエリアに泊まった。多分義実家の人たちは、みんなトイレとかに行くだろう。その間に一眠りしようと思った。だが車から出たのは、義父と夫だけだった。義母と義舞は車内に残り、夫にソフトクリームを買ってくることを頼んでいた。一番厄介な存在が車の中に残ったなと思っていると、義母と義舞はずっと寝ていたから、目が冴えたようで、ここぞとばかりに私のことを罵倒してきた。あんたって本当に運転下手よね。落ち着いて寝れなかったわ。嘘つけ、爆睡してただろうが。一番いびきがうるさかったぞ。家事もダメ、運転もダメ、何にも役に立たないわね。っていうか、なんであんたが運転しているのよ。本当に邪魔だわ。車が狭くなるからあなたは降りてちょうだい。え、私は義母の言葉に耳を疑った。義舞も。そうよね、さっさと降りてよ。と義母に同調した。私はもう我慢の限界だった。そしてこれはチャンスだと思った。ここで私がいなくなれば、義実家の人たちは相当困るだろう。わかりました。じゃああとは勝手にどうぞ。勝ち誇った顔をして笑う義母と義舞を横目に、私は車を降りた。どうせ現地に着いても、私の分は予約を取っていないとか、そういうことをしてきそうだし。私はすぐにタクシーを拾って、最寄りの駅まで走ってもらった。ちょっと料金は高かったが、一刻も早くあの場から離れたかった。その後、義母から私のもとに鬼電がかかってきた。私はタクシーに乗っているので、電話は完全に無視。駅に着いてからも電話はたくさん鳴っていたが、無視をした。そして2時間後に義実家に着いてから、私は電話に出た。もしもし、どうしたんですか？あんた、なんですぐに電話に出ないのよ。今どこよ？もう家ですけど。はあ？何やってるのよ。何やってるって、追い出したのはお母さんじゃないですか。私は車から追い出されたから帰ってきただけですけど。私がそう言うと、義母は言葉を詰まらせた。もういいですか？切りますよ。待って。お願い。今すぐ戻ってきて。は。さっきお母さん私のこと追い出しましたよね。
それなのになんで呼び戻すんですか？マサトがまさか今運転することができないなんて知らなかったのよ。あなたしか運転できる人がいないなんて思わなかったの？ああ、そっか。あの人プライドが高いからお母さんたちに話さないようにしてましたもんね。実は夫は同居が始まる前にスピード違反を繰り返して免許停止になっていた。そのため今運転することができないのだ。あの人、友人とドライブとか行くと人が変わって調子に乗るみたいで、まあ要するに生きってるってことですよね。それでスピード違反とかダサすぎですけど。私が笑っていると電話の声が夫に変わった。お前、俺のことバカにしてんのか。嫁のくせに生意気だな。帰ったら覚えておけよ。夫の怒声が電話口で鳴り響く。だが私はもう動じなかった。帰ってきても私はいないわよ。え？離婚届を置いて出ていくから。ちょっと待て。離婚って？え？あなたたちから精神的に追い込まれて心身ともに疲弊したの。だから私、あなたと別れることにしたわ。お母さんとかからは邪魔者扱いされたし、お父さんは私がいようがいまいがどうでもよさそうだったし、私が出て行ったって問題ないでしょ。そんなの許さないぞ。俺は離婚しないからな。あなたに決定権はないわよ。私はあなたやお母さんにいびられていた時の音声を録音したり日記に残していたの。それを弁護士に見せて相談したら、モラハラで慰謝料を請求し、旦那の有責での離婚ができるって言われたわ。慰謝料？あなたが温泉旅行から帰ってきたら離婚と慰謝料の請求が待ってるから、楽しみにしててちょうだい。そんな。電話口で絶句している夫。私はこちらが伝えるべきことは伝えたし、義実家の人たちが相当に焦っているのも確認できたので、私は電話を切った。そして離婚届を置き、急いで荷物をまとめて実家に帰った。母には旅先から帰ってくる途中に電話で全て話していたのだが、そんな奴らとは縁を切って正解だと言って、私が出戻るのを許可してくれた。実家に戻ってから、私はすぐに弁護士の方に連絡。早急に離婚の準備を進めてもらった。夫や義母からは鬼伝とメッセージが大量に来ていたが、私は無視をした。メッセージには運転代行を頼んで旅館まで運転してもらったからものすごい料金がかかったとか、旅館から帰る時にどうすればいいんだなど来ていて、案の定困っているのがわかり、ざまあ見ろと思った。その後、私はすぐに弁護士を通して夫に離婚を要求し、モラハラによる慰謝料も請求。内容証明を夫の職場にも送ったので、夫はすぐに対応してくれた。弁護士曰く、内容証明を送ってきたことで職場の人たちにバレたことを夫は怒っていたらしいが、それも私の作戦通りだ。風の噂で夫は愛妻家ということで職場で通していたらしいので、私はとんだ嘘つき者だから気をつけた方がいいという忠告も含めて職場の人たちに知らせようと思ったのだ。結果的に私は無事に離婚することができ、慰謝料も支払ってもらえることになった。元夫は今回の件で職場の人たちから冷たい目で見られるようになり、肩身の狭い思いをしているらしい。だが慰謝料を支払わなければいけないので、仕事を辞めることはできないそうだ。元義母は私をこき使えなくなったことで、再び家事をしなければいけなくなったのだが、元義妹が相変わらず子供を預けに来たので、子供の世話をしている時にぎっくり腰をやってしまったらしい。それから腰の調子が悪く、通院する羽目になっているんだとか。そして元義妹はというと、
不倫をしていたらしく、子供を預けていたのは日中に不倫相手と遊ぶためだったことが発覚。旦那さんから離婚を突きつけられ、慰謝料を請求されたそうだ。元義妹は実家を頼ったが、元義母は元義妹が不倫相手に会うために預けてきた子供の世話で腰を痛めたので、元義妹に激怒していて、実家には帰ってくるなと言い、親子の関係が破綻している状態だそうだ。そういった内容をつらつらと説明して復縁してほしいと元夫からメールが来ていたが、私は迷惑メールに振り分けて無視をした。そして現在は母と一緒に暮らしながら再就職をして元気に働いている。しばらく恋愛や結婚はいいので、今は母と過ごす時間を大事にしていこうと思う。私はあなたたちの介護はしませんからね。え？だってマサトさんとは血がつながっていないんでしょ。赤の他人の年寄りの世話なんて誰が好き好んでするのよ。ユカさんはそう言って肩をすくめた。いきなりそんなカミングアウトをされて困惑する私たち。すると義母が口元をナプキンで拭き、静かに言った。あんたみたいな下品な女に介護してもらいたい年寄りは誰一人としていないよ。私の名前はのぞみ、55歳の主婦だ。今年は夫と結婚してちょうど30年になる。現在はパートで事務職の仕事をしながら夫と義母と一緒に暮らしている。母さん、父さん、結婚30周年おめでとう。そう言って家にやってきてくれたのは息子の正人だ。息子は現在28歳の会社員で、一人暮らしをしながら一生懸命に働いている。離れて暮らしながらも私たちのことをいつも気遣ってくれて、定期的に帰省をして顔を見せに来てくれるとても心優しい子だ。これを祝いとして旅行券買ったから、二人で旅行に行ってきなよ。あら、いいのかい？せっかく買ったならマサトが誰かと一緒に行けばいいじゃないか。何言ってるんだよ。父さんと母さんのお祝いのために買ったんだから、二人が使ってくれよ。いつもそうやって自分を犠牲にしてるから遠慮する癖がついてるね。でもそろそろ自分たちのやりたいように生きなよ。俺は母さんたちに育ててもらえて本当に幸せだったから。急に息子がそのように言ってきたので私は涙が出てきてしまった。おいおい、なんで泣いてるんだよ。そういうあなたこそ目がうるうるしてるわよ。私も夫もすっかり涙もろくなっていて、恥ずかしげもなく息子の前で泣いてしまった。あらあら、床が濡れてしまうね。そう言いながらお茶菓子を出してくれたのは義母だ。マサトも立派になったね。おばあちゃんも相変わらず元気だね。どういう意味だい？あ、いや、若々しいなっていう意味だよ。そうかい。じゃあ褒めてくれたマサトにはもう一つお菓子をあげよう。ありがとう。でもそんな子供みたいに扱わなくても。私からしたらまだまだあんたは子供だよ。まあ少しはマシになったかな。あはは、相変わらずばあちゃんは手厳しいな。和気あいあいとしながら家族の会話を楽しむ私たち。息子が帰ってくるとこうやってみんな楽しい気持ちになる。本当にとてもいい子に育ってくれてよかったと思う。それにしても結婚して30年ってすごいね。俺が生まれる前から夫婦でいるってことだもんね。マサトだってもう28歳なんだから、いい人が現れてもいい年齢じゃない。私がそう言うと息子は少し照れた顔をした。実は結婚を考えている人がいるんだ。え？私と夫は顔を見合わせた。私たちは息子に彼女がいるなんて知らなかったからすごく驚いた。そしてついにこの時がやってきたのかととても嬉しく思った。そうだったんだね。一体どういう人なの？
どこで出会ったの？ちょっと母さん、そんな矢継ぎ早に聞かないでよ。ああ、ごめんごめん。嬉しくてつい聞いちゃった。彼女を連れてきたら聞いていいから。今聞きたいのに。こらこら母さん、一人で舞い上がるんじゃないよ。婚約者の方と会える日まで楽しみにしていようじゃないか。はーい。そしてそれから2週間ほど経ってから、息子は改めて実家にやってきて、婚約者の女性を連れてきた。はじめまして、ゆかと言います。どうもはじめまして、マサトの父と母です。ゆかさんはふわふわと巻いた髪の毛に、可愛らしい服を着ておっとりとした雰囲気の女性だった。笑顔が可愛くて、とてもいい子なんだろうなと第一印象で思った。そして二人に上がってもらい、居間に案内した。どうもはじめまして、マサトの祖母です。あ、どうもゆかです。さあ、座って。祖母は嬉しそうにしながら息子と婚約者の女性を食卓の椅子に座らせた。両親だけじゃなく、こんなババアまでいてびっくりしたかい？え、あ、いや、マサトさんから聞いてましたから大丈夫ですよ。本当に若々しいんですね。ほう、ちゃんとしつけられているようだね。え、ばあちゃん、あんまりゆかを困らせないでくれよ。はいはい。じゃあお茶菓子を用意しようかね。ゆかさん、賑やかでうるさくてごめんね。マサトが帰ってくると、みんなこんな感じになっちゃうのよ。あ、いや、面白くて楽しいです。その後、義母が用意してくれたお茶菓子を食べながら、私たちは息子とゆかさんについていろいろと聞いた。二人はどこで出会ったの？職場で出会ったんだ。俺が働いている会社に新入社員として彼女が入社してきて、それで教育係として仕事を教えていたんだよ。社内恋愛なのね。ゆかさんは可愛らしい方だから、他の男性社員からも人気があったんじゃないの？私がそう言うと彼女は照れ笑いをした。いやいや、そんなことあります。彼女がそうやって言ったので、私たちはつい笑ってしまった。堂々と宣言しながら、笑いも取れるなんて面白い子だな。夫は感心した様子でゆかさんを褒めた。最初はお互い探りながらで緊張していたが、だんだんと私たちは打ち解けてきたようだ。彼女も表情が柔らかくなっている。ゆかさんは息子の3歳下で現在25歳だそうだ。マサトさんはすごく紳士的なんですよ。え、マサトが紳士的？なんだよ母さん。だって子供の頃はわんぱくで、少年って感じだったから全然想像できなくてね。昔とは当然違うだろう。マサトさんのわんぱくエピソード聞きたいです。そうね。ああ、この子アイスが好きすぎて、親がいない間に買ってきた7本入りのアイスのパックを、一人で一気に全部食べたことがあったのよ。それでお腹壊して、ずっとトイレにこもっちゃってね。しかもその日はおばあちゃんの誕生日で、ケーキを食べる日だったから、そんなにアイスを食べる必要なかったのよ。だけど無理やりケーキも食べてたよな。そうそう、止めても効かなくてね。結局またお腹を壊したんだよね。私たちがそうやって話すと、息子は顔を真っ赤にして恥ずかしそうにしていた。母さんたち、勘弁してくれよ。そんな子供の頃の話しなくてもいいじゃないか。あら、大事なことよ。また冷たいものを食べすぎてお腹を壊すかもしれないじゃない。私がそう言うとゆかさんは笑った。マサトさんにそんな一面があったなんて知らなかったです。いやいや、ゆか、それは子供の頃の話だから。今はそんなことしないよ。でも食べすぎでお腹を壊すことはありそう。ゆかさんにもいじられて息子はまた恥ずかしそうにしていた。
和気あいあいと楽しく会話ができて私は嬉しかった。彼女なら息子と幸せな夫婦の関係を築けるだろう。そんな時、夫が息子にあのことについて聞いた。そういえば雅人は、ゆかさんにちゃんと説明してるのか。ああ、それは今話そうと思ってたんだよ。夫の問いかけに不思議そうな顔をするゆかさん。どうしたの雅人さん、説明って何のこと。実はさ、俺の母さんと父さんは本当の親ではないんだ。え、今目の前にいるのは里親で、まだ3歳と小さかった俺を引き取ってくれた育ての親なんだ。俺の本当の両親は事故が原因で亡くなっちゃったんだ。それでも2人は俺のことを愛情たっぷりに育ててくれたから本当の親だって思ってる。もちろんおばあちゃんも俺の本当の祖母だって思ってるからね。私はついでかい。いやいや、そういうことじゃなくて。わかってるよ。本当にマサトはからかいがいがあるね。もうばあちゃんにはかなわないな。あ、ごめんゆか、話すのが遅れてしまって。うん、別に大丈夫だよ。ゆかさんは話を聞いた時に少し驚いた顔をしていた。だがすぐに笑顔に戻ったので、ただ驚いただけなのだろう。私はそういうことは関係なく、マサトさんと結婚したいと思ってるから。ありがとう、ゆか。彼女が全く気にしていないことに、息子はもちろんのこと私たちもほっとした。そして話は変わって結婚式のことについての話に。二人はどんな結婚式を考えているの？私がそう聞くとゆかさんは目を輝かせて饒舌に話し始めた。結婚式でやりたいことたくさんあるんですよ。もう大体のことは大まかに決まってるんですけど、それでもたくさんありすぎて全部組み込めるかわかんないくらいで。披露宴も司会の人を雇ったり、いろんな演出も考えてて、ドレスも着たいものがたくさんありすぎて一回じゃ足りないって感じです。あはは。でも二回やるわけにはいかないものね。彼女がすごくテンションが上がったことに驚きつつも、喜んでいるならいいかと微笑ましく思った。マサトもちゃんとサポートしてあげなさいね。結婚式は女性が一番輝く瞬間の一つだからね。ああ、分かってるよ。こんな感じで終始和やかな雰囲気で息子と婚約者の結婚の挨拶の会が終わった。マサトは次はいつ帰省してくるんだい？ああ、しばらく仕事で忙しいからちょっと間が空くかな。多分次会えるのは両家の顔合わせの時だと思う。分かったわ。それまで体調管理をしっかりして元気にね。うん、母さんたちもね。おばあちゃんは怪我しないようにね。年寄り扱いするんじゃないよ。あはは、大丈夫そうだね。ゆかさんも今日はありがとね。こちらこそありがとうございました。私たちは玄関先で息子と婚約者を見送った。とてもいい子だったな。そうね。結婚式が楽しみだわ。私は押し入れを開けて顔合わせの服でも探そうかね。母さん手伝うよ。マサトの言う通り本当に怪我したら恥ずかしいだろう。まったく、この家の男たちはレディに対しての口の利き方がなってないね。はいはい。さ、服を出しに行こうか。息子たちが帰ってからも和やかな雰囲気な私たち。幸せオーラをお裾分けしてもらったからか、なんだかウキウキした。それから約2ヶ月ほどが経った頃、両家の顔合わせの日がやってきた。私たちが会場に着くと、すでにゆかさんとご両親は席に着いていた。どうもお待たせしてしまってごめんなさい。私たちは彼女のご両親に挨拶をした。だが向こうの親は表情を変えずに、どうもというだけだったので、私たちは少し驚いた。先についていて待ったから怒ってるのかな。でも私たちも約束の時間内に来ているし。
ちょっとだけ残念に思いながら私たちは席に着いた。そして両家の顔合わせの食事会が始まった。会話は当たり障りのない感じで、お互いの親の仕事などから入った。それからちょっとずつ主役である息子とゆかさんについての話に。まあ雅人君はとりあえずある程度の稼ぎを得ているようだし、とりあえず旧大店でしょう。え、それにしても君は運がいいな。こんな綺麗な娘を嫁にできるんだからな。ゆかさんの親がそんなことを言ったので私たちは顔を見合わせた。そしてゆかさんはそんな両親の発言を止めようともしない。さらには彼女自身もこの前のような笑顔がない。一体どういうことだろうか。私はどんどん嫌な気分になっていった。この前の笑顔や優しい話し方は演技だったのか。そしてゆかさんはニヤニヤと勝ち誇ったような顔をしながらこんなことを言い出した。念のために言っておきますけど、私はあなたたちの介護はしませんからね。え、突然そんなことを言い出したので私たちはびっくりしてしまった。だって雅人さんとは血がつながっていないんでしょ。赤の他人の年寄りの世話なんて誰が好き好んでするのよ。ゆかさんはそう言って肩をすくめた。彼女のご両親も当然だと言ってうんうんとうなずいている。だいたい里親をしようだなんていい人ぶった偽善者が考えることよね。マジで虫図が走るわ。この前の結婚の挨拶の時も家族ごっこを見せられてマジで気持ち悪かったわ。いきなりそんなカミングアウトをされて困惑する私たち。彼女の発言にご両親も手をたたいて笑っている。確かにテレビドラマでもそういう題材のものがあるが、本当にくだらないもんな。それを地でやる奴らがいるなんて爆笑ものだ。最低だ。どうしてそんなことを初対面で言えるのだろうか。私は拳を握りしめながらわなわなと震えていた。隣を見ると夫も怒っている。すると義母が口元をナプキンで拭き静かに言った。あんたみたいな下品な女に介護してもらいたい年寄りは誰一人としていないよ。え、義母がいきなりそんなことを言い出したので目を丸くしながらゆかさんとご両親は義母を見た。まさかあんたがそんな性悪女だったとはね。結婚の報告の時はうまく猫をかぶって隠せてたようだね。その演技力だけは褒めてやるよ。でもそれ以外はクズでどうしようもない、そしてしょうもない女だね。義母は冷たい視線をゆかさんに向けながらそう言った。な、何よ。75歳のババアが生意気な口を開くな。ゆかさんは義母に罵られ顔を真っ赤にして怒った。彼女のご両親も義母のことをにらみつけている。だが義母は気にせずに話し続けた。あんたがこうして態度を急変させているのはどうせ婚姻届を出して離婚する心配がないからだろう。え、義母がそう言うとゆかさんは動揺した様子を見せた。ああ、やっぱり図星だったのかい。本当にしょうもない小娘だね。結婚さえしてしまえばこっちのもんって感じかい。何を企んでいたのか知らないけど、やっぱり用心してよかったね、雅人。うん、そうだね、おばあちゃん。アドバイスをくれてありがとう。義母と息子の会話に私と夫は目を見開いた。二人は私たちの知らないところでやりとりをしていたようだ。な、何よ。あんたたち、何かしたの。動揺するゆかさんに向かって息子が口を開いた。婚姻届だけど、まだ提出してないんだ。え、俺が出しておくって言って預かってただろ。だけどばあちゃんから結婚式が終わるまでは気をつけていた方がいいって言われたから提出しないで隠していたんだ。そんな、どうしてそんなことを。もちろん結婚はするつもりだったし、お前のことを信じてはいた。
だけどたまにおかしいなと思うこともあったんだ。やたらと子供を欲しがって妊娠しそうなタイミングで求めてくるし、夜中にこっそりとベランダに出て電話をしている姿も見てた。もしかしたら俺は騙されているのかもしれないって心のどこかで思ってたんだ。それで興信所に調べてもらったら、つい最近に調査結果が届いて、お前が複数の男性と関係を持っているのが分かった。そしてお前が妊娠していることも知っている。誰の子か分からないんだろう。だからお前は関係を持った男の中で一番稼ぎがいい俺を選んで結婚をしようと思ってたんだな。だが俺はちゃんと毎回否認をしていたし、俺の子である可能性は低いだろう。もちろん DNA 鑑定は協力するし、もし仮に俺の子だった場合は父親として認知して養育費も支払う。だがそうなってもお前と結婚はしない。そんな。息子の発言にゆかさんとご両親は顔を青くした。ちょっと待ってよ、そんなの許さないわ。許さないのはこっちだ。俺を騙そうとしてたんだからな。それはそのごめんなさい。確かにあなたの言ってることは本当だけど、でも私はあなたのことを愛してたわ。それを知ってるからこの顔合わせの食事会にも来たんでしょう。そうやって息子を引き止めようとする息子だが、息子は冷たい目で彼女を見てこう言った。今回の顔合わせの食事会はキャンセルすると結構金が取られるし、それに久しぶりに親と祖母に美味しいものを食べさせたかったからだよ。でもやっぱり一緒に食べる人って大事だな。お前らと食べてても全然美味しくなかった。だから俺は母さんたちを連れて違うお店で食事をし直すことにするよ。そういうことだから俺たちはこれでおしまいだ。婚姻届も出していないし、ただ別れて終わりだ。じゃあな。そう言って息子は私たちを連れて食事会の個室の部屋を出た。ゆかさんは顔面蒼白の状態で膝から崩れ落ちていた。ご両親も黙り込んで固まっていた。会場を出ると息子は私たちに謝ってきた。嫌な気分にさせてごめんね。いやいや、いいんだよ。それよりあなたが一番辛いでしょう。いや、俺は大丈夫だよ。母さんたちをぬか喜びさせてしまったことの方が申し訳ないよ。こんな時でもそうやって私たちのことを気にかけてくれる息子は本当にいい子だ。おばあちゃん、アドバイスありがとうね。大事な孫のためだ。礼には及ばないよ。義母がそう言うと息子は笑った。かっこいいな。じゃあ今日はばあちゃんが好きな高級寿司をおごるよ。よくわかってるじゃないか。あんたいい男になるよ。義母と息子の会話に自然と私と夫は笑みがあふれた。その後息子は無事にゆかさんと別れることができた。そして彼女のお腹の子は息子の子供ではないことが分かり、完全に関わりを断つことができた。ゆかさんは今回妊娠して企んを仕掛けようとしていたことが職場にバレ、周りからの冷たい視線に耐えきれずに会社を辞めたようだ。そのため彼女の世話と生まれてくる子供にかかる費用はご両親が全て負担しているらしい。一方息子は仕事に打ち込んでいるようで、つい最近昇進が決まったらしい。給料が上がったからと私たちを美味しいご飯屋さんに連れて行ってくれた。私たちはたとえ血がつながっていなくてもこうやって仲のいい幸せな家族だ。そしてこれからもお互いのことを大事にしながら楽しくて平和な日々を過ごしていきたいと思う。この人参は形が悪い。このレタスは色が悪いわ。もうどうしてあなたはちゃんと目利きができないの？本当に使えない嫁ね。そうやって私が買ってきた食材を並べて一つ一つに文句をつける義母。どうして私がここまで言われなきゃいけないのだろうか。何度も何度も私に食材について文句を言ってくる義母に私は我慢ならなかった。頭にきた私はとあることを計画した。ちょっとのぞみさん、
一体どういうことなの？私の名前はのぞみ、28歳の主婦だ。夫のまさととは結婚して2年になる。私たちは仕事関係で出会い、それから距離を縮めていって結婚に至った。心優しい夫との結婚はとても楽しくて幸せだった。私は結婚を機に寿退社をして家庭に入った。それからは夫のために家事を一生懸命に頑張った。毎日夫のためにお弁当を作り、朝食も夕食も手の込んだものを作った。のぞみが作る料理はどれも美味しいな。家に帰ってくるのが楽しみになるよ。そう、それは嬉しいわ。お弁当もいつも美味しいし、本当にありがとね。うん、そうやって感謝してくれるだけで嬉しいよ。夫は私の家事の頑張りをいたわってくれるので、とてもいい夫だと思う。仕事も一生懸命頑張ってくれて、二人でも十分に生活できるほど稼いできてくれるのでありがたい。私たちはそんな風に夫婦仲良く、とても幸せに暮らしていた。しかし最近、私を悩ませる存在がいる。それは義母だ。義母は結婚の挨拶の時や結婚式の時は普通だったというか、むしろ優しく接してくれていた。だからいい人だと思っていたのだが、どうやら違ったようだ。きっかけは義両親が引っ越しをしたこと。義両親は義実家が古くなって住みづらくなったことをきっかけに、バリアフリーの賃貸マンションへと引っ越した。そして引っ越したことで、前の義実家よりも私たちが住んでいる家に近くなったのだ。それがきっかけで、義母は私たちによく連絡を取ってくるようになった。母さんが遊びに来たいって言ってるんだけど、大丈夫？え、今から？うん、ちょっとだけでいいからって。そう、そう、まあいいけど。私はいきなり義母が来ると聞き、慌てて着替えて身なりを整えた。マサト、のぞみさん、久しぶりね。母さん、久しぶり。お久しぶりです。実家と近くなってよかったわ。行き来しやすいものね。まあそうだな。お母さん、お茶を入れましたので一緒に飲みましょう。あら、ありがとう。今日は父さんは？あの人は釣りに出かけているわ。そっか。それより元気だったかしら？正月からしばらく来ていなかったじゃない。ああ、ごめんね。仕事が忙しくてなかなか行けなかったんだ。そうなの。てっきり来たくなかったのかと思ったわ。いやいや、そんなこと思わないよ。そう、それならいいけど。そう言って義母は私の方を見た。なんだか私に物申したい様子だ。どうしてそんなことを言い出すのだろうか。私はなんとなく嫌な予感がした。なんだか部屋も汚れてる感じがするわね。のぞみさん、ちゃんと掃除してるのかしら？もちろん掃除はしています。そんなに汚れてるか。結構綺麗だなって思ってたけどな。夫がそうやって言ってくれてよかった。だが義母はそれが気に食わなかったようだ。まあ若い人たちからしたら、そんな気にならないレベルなのかもしれないわね。料理はちゃんとしてるのかしら？マサトに栄養のあるものを食べさせてるの？はい、ちゃんと考えながら作っています。本当に？義母はそう言って私に疑いの目を向けてきた。母さん、さっきからどうしたんだ？なんだかのぞみに対してトゲあるような言い方が多いよ。夫がそう言うと、義母は慌てて笑顔を作った。いやいや、そんなつもりはないのよ。やっぱり専業主婦の先輩として気になるところを指摘したくなっちゃうのよ。のぞみさん、ごめんなさいね。気にしなくていいから。はあ。義母は笑っていたが、その目の奥は笑っていなかった。そして義母は帰っていったのだが、私はなんだかどっと疲れてしまった。結婚の挨拶の時とかはもっと優しかったはずだ。
今日のような圧力をかけてくる感じはなかったと思う。もしかしたら今回の義母が本当の義母で、今までは猫をかぶっていただけなのかもしれない。そしてそれから1ヶ月ほどが経った頃、義母から夫のもとに連絡が来た。え、腰を痛めた。そうなのよ。だからなかなか買い物に行けなくて、それでのぞみさんにスーパーへの買い出しを定期的に頼みたいのよ。家も近くなったし、ついでに買ってきてもらうことくらいいいでしょう。夫は義母からそう言われて、私に相談をしてきた。母さん、結構大変そうなんだよね。もちろんのぞみが良ければだけど、スーパーの買い出しをしてあげてもらえないかな。私はいろいろと思ったが、それでも腰が痛くて買い物にも行けないのは大変だろう。もしかしたらこの前の義母の態度は本当に大した意味はなくて、本当は優しいのかもしれない。とりあえず私は義母からの頼みを引き受けることにした。わかったわ。週に 2,3 回くらいなら大丈夫だよ。本当か。ありがとう。じゃあよろしく頼むな。夫はそう言って義母に電話をした。そしてそれからすぐに私は平日の日中に義母の代わりに買い物をすることになった。まずは義実家に行き、義母に何を買いに行けばいいのか聞きに行かなければならない。お母さん、こんにちは。腰はどうですか。私は義実家を訪ねて義母にそのように聞いた。すると義母はとても冷たい目で私を見てきた。余計なことは聞かなくていいから早く買い物をしてきてちょうだい。え、私はいきなり冷たい態度をとってきた義母にびっくりした。わかりました。買い物のリストとかは。私がそう言うと義母は乱暴に買い出し用の食品を書いたメモを私に渡してきた。それ全部買ってきて。え、全部ですか。正直言って女性一人ではなかなか持ちきれない量になりそうなほどたくさんの食材が書かれていた。何してるの。さっさと買い物に行ってちょうだい。義母は私にびっくりする時間さえも私にあげたくなかったようだ。はい。私は急いで車を走らせてスーパーへ。リストを見ながらカゴに食材を入れていく。どんどん埋まっていくスーパーのカゴに私は圧倒された。義母曰く大人2人分の食材をまとめて購入するからこの量になるとのこと。言っちゃ悪いが高齢になってきて私たちよりも絶対に食べる量が少ないだろうに、なぜこんなにも買い込む必要があるのだろうか。そんなことを疑問に思いながら私は汗をかきながら大量の食材を購入した。ただいま戻りました。遅いわね。あなたいつもそんなにものろまなのかしら。いやさすがにあの量は時間がかかります。まあ言い訳をするのね。なんてひどい嫁なのかしら。義母は何かにつけて文句を言いたいのか、ひたすら私のことを罵倒してきた。あなたは容量が悪いのよ。私だったら20分は早く買い物を済ませたでしょうね。ほら、ぼさっとしてないで早く冷蔵庫に入れてちょうだい。自分から怒って私の行動を止めていたくせに、なんて自分勝手なのだろうか。私は嫌な気分になりながら冷蔵庫に食材を入れていった。じゃあこれで私は失礼しますね。私は早く家に帰りたくてそう言った。すると義母は、ちょっと待ちなさいよと言って私を引き止めた。私は腰が痛いって言ってるじゃない。だったら普通は掃除もしていくのが気の利く嫁なんじゃないの。え、義母はそのように言って私に掃除をすることも強要してきた。電話では買い出しだけだったはずだ。だがここまで来ておいて掃除を断ったら角が立つ。だから私はその時は仕方なく掃除をした。しかしそのせいで義母は調子に乗ったようだ。その次に義実家に行ったのは3日後だったのだが、
その時にも私は家の掃除をさせられた。そしてまた大量の食材を買わされた。しかも私が不満なのが、最初に私が立て替えていることだ。義母はお釣りを盗まれるかもしれないからと言って、買い物を終えてから私にお金を支払うようにしている。だが前回も今回もちゃんときっちりと支払ってくれなかったのだ。前回は、ちょうどお金を下ろすのを忘れててね、と言って全額支払ってくれなかったし、今回はいろいろと出費が重なってるから来月に払うね、と言って全く支払ってくれないのだ。まだ2回しか買い物代行をしていないから、そこまでの金額じゃないが、これからずっとこんな感じだとするとかなりの金額になる。そして3回目の買い物代行でも義母はお金を支払わなかった。さすがに我慢していた私もこれには注意をしなければいけないと思った。あの、お母さん。スーパーで買った分のお金、そろそろ支払ってほしいのですが。あなたがめついのね。ちゃんと払えるときに払うって言ってるんだから待ってなさいよ。本当に嫌な嫁ね。こちらからしたら嫌な姑なのだが、どうして一方的にそんなことを言うのだろうか。それとあんたが買ってきた食材、いつも状態が良くないのよ。もう少し目利きの腕を上げなさいよ、このクズが。義母は目を見開いてそのように怒ってきた。え、まったく、こんな使えない嫁をもらってマサトがかわいそうだわ。私はいきなりそんな風に怒られてびっくりしてしまった。それからというもの、義母は私が買ってきた食材をテーブルに並べて、何か気になるところがあると文句をつけてくるようになった。この人参は形が悪い。このレタスは色が悪いわ。もう、どうしてあなたはちゃんと目利きができないの？本当に使えない嫁ね。そうやって私が買ってきた食材を並べて一つ一つに文句をつける義母。どうして私がここまで言われなきゃいけないのだろうか。何度も何度も私に食材について文句を言ってくる義母に、私は我慢ならなかった。夫に相談をしようとしたが、夫はその頃繁忙期で出張なども多くて仕事がかなり忙しかった。だからあまり負担をかけたくなかった。だが義母は相変わらず私が買ってきた食材に文句をつけてくる。頭に来た私はとあることを計画した。それはスーパーのお客様の声の紙に、姑の名前と住所を書いて投函することだ。義母は常に私が買ってきた食材に文句をつけてきた。だからその声をちゃんとスーパーに反映させようと思ったのだ。今思い返すとちょっと大人げないが、そうしないと気が済まなかった。私は義母からの言葉を一言一句しっかりと書いていった。この大葉、しなしなに乾いてるわね。あんたの肌みたい。このトマトも美味しくなさそう。あんたみたいに売れすぎて価値が下がってるんじゃないの？そんなような義母の私への嫁いびりも内容に書いて、何枚もお客様の声として書いていった。その数は20枚ほどになり、さすがに書きすぎたと思ったが、もう止められなかった。そして私はお客様の声の紙に、義母の名前と住所も記しておいた。ちゃんと意見を言っている人の情報は教えてあげないといけないからね。すると後日、スーパーの店長と本社の社員が義実家を訪ねてきたそうだ。その時はちょうど義父もいたタイミングだったらしく、義母と2人で話を聞いたらしい。スーパーの人は義両親にお客様の声の紙を見せながら謝罪をしたそうだ。お客様から数々のご指摘をいただきました。弊社の商品で不快な思いをしたようで大変申し訳ございません。スーパーの人から謝られて義両親はびっくりしたそうだ。お前どういうことだ。こんなものをたくさん書いていたのか。義父が問い詰めると、義母は慌てた様子で、これは私がのぞみさんに言ったことよ。私は書いていないわ。と墓穴を掘ったらしい。そこで義父はさらに義母を問い詰めた。
どうしてのぞみさんの名前が出てくるんだ。そのようにギフが言うと、スーパーの店長がおそらくこのことかと、と言ってギフにとあるお客様の声の紙を見せた。そこには私と絡めて食材にケチをつける義母の言葉が書かれていた。それを見たギフは大激怒。お前はずっとこんな嫁いびりをしてたのか。それからはギフはスーパーの方たちに帰ってもらい、義母に大説教をしたそうだ。ギフから後で聞いたやりとりはこんな感じだ。そして義母はギフに怒られた後に私に電話をしてきた。ちょっとのぞみさん、一体どういうことなの？あなたなんてことしてくれたの？私はお母さんがあのスーパーの食材にいつも文句を言っていたので、それをスーパーに伝えてよりいいお店になってもらおうと思っただけですよ。私がとぼけながらそう言うと、義母は声を荒げた。ふざけないで。あれはあなたのことが気に入らなくて。なるほど、嫁いびりってことですね。そうよ。大事な一人息子を奪われたんだから、あんたのことが許せなかったのよ。ついに本音を言った義母。そういうことだったのか。私はそっと夫に電話を代わった。母さん、今の発言聞いてたよ。まさと、のぞみにそんなひどいことをずっとしてたなんてありえないな。のぞみは母さんからいびられてても、俺が仕事が忙しいからと相談することをためらっていたんだ。俺は母さんのことを軽蔑するし、俺はのぞみを守るために母さんとはもう会わない。もちろんのぞみにも母さんとは関わらなくていいと伝えるよ。親子の縁を切ろう。そんな待ってよ。いいや、母さんはそれほどまでに許されないことをしたんだ。もしもっと早くに相談されてたら、もっと早く縁を切っていただろう。残念だけど改善の余地はないから、もう俺たちに関わらないでくれ。夫はそう言って電話を切った。そして義父に夫が連絡をしたところ、さらに驚きの事実が判明。なんと義母は腰を痛めてなどいなかったらしい。私をいびるために嘘をついて家事をやらせていたそうだ。これにはみんな呆れ返ってしまい、義父はとうとう義母に離婚届を突きつけて家を追い出したらしい。義母は泣いてすがりついたが、義父は決して許さなかった。そしてもちろん夫ももう義母とは関わらないと決めている。私たちは義母が突撃して来れないように引っ越しをした。風の噂では義母は誰からも相手にされず、孤独の状態でパートをしながら古くて安いアパートに一人で暮らしているそうだ。一方、私は平和を取り戻したことで心に余裕ができたのか、妊娠した。夫は大喜びしてさらに仕事を頑張ると意気込んでいる。義父も妊娠の報告を喜んでいたので、子供が生まれたら私と夫と子供の3人で義父のもとへ遊びに行こうと思う。